はい、キニカさんいらっしゃい。いやー、年末忙しいなぁ。なんもねえのにな。あ、ルセムさんもいらっしゃい。そんなわけで、おっ、誰だ。あ、はい、オレンジさんもいらっしゃい。はぁ、キニカさん早いな。これブラウンか、これ。はい、コロダカさんいらっしゃい。鼻が、いや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 、所長、 J リーグカレーよ。おお、 J リーグカレーって結局どこ、何カレーだったのあれ。ボンカレーなのあれ。どこのカレーだろうね。カビルンルンさんいらっしゃい。Wii U を買いました。お、何やりたかったん。やりたいゲームがあったのか。あ、ちょっと待ってね。そうだ、なんか米ビューがね、ちょっと左寄ってる気がしてるのよ。昔のゲームをやりたくて。ああ、マジか。これぐらいでいいや。うん、よし、 OK。 エキサイティングアワーとか、あれ今どれぐらい増えてんだろう。黒森さんいらっしゃい。和骨、はい、ちょっと待ってね。なんかゲージが、ああ、これ右に寄ってんのか。なるほどね。こういうことか。タンナさんいらっしゃい。ケモナーさんもいらっしゃい。ワコです。 J リーグカレーって長谷園じゃなかったですかね。長谷園のカレーってなんだろう。キューベさんいらっしゃい。よいしょよいしょ。いやー、なんか正月よりも年末のが太るな、多分。あの、内臓的な疲れがすごい。年末体調崩してしもう。あら、何が起きた。ルークさんいらっしゃい。インフル、インフルもあるし、疲れが溜まりやすい時期でもあるからね。え、バルログ勝ったん。そっか、よいしょ、よいしょ、えい。仕事を試してきた。自分じゃ太ったつもりだったのに、体重計に乗ると痩せてた。ああ、怖い、それむくんでんじゃない、それ。グラグラさんいらっしゃい。初見です。はい、はい、初見さんいらっしゃい。太ったと思ったら厚着をしてるだけだった。寒いしな。だよな。所長さんはこ、パンスコア。はい、マッカラさんいらっしゃい。ちょっと待ってね。いや、今日ちょっと、うん、いろいろやりたいゲームもあったんだけど、疲れてちょっと2時間、1時間ぐらい寝ちゃったからさ。始まってたわ。はい。コミケ1日目と昨日の仕事納めで疲労が溜まって胃腸が壊れた。というより、最近食べるようになったからってのが理由だったり。うん、食べるようになったから。え、食べる、こう、あれが、何、なんかちょっと、集まりが増えたからとか、そういうこと。3日目行きたかったです。あら、まあ。はい、いらっしゃい。誰だろう。相変わらずニコニコが重いのかわかんないけど、読まれない。量が増えたり、集まりがあったりで太った気がしてた。なんだろうな。まあ、しょうがないよな。パイシーさんいらっしゃい。仕方がない。ただ、気のせいだった。和骨、なんだろうね。だけど地方民は辛いぜ。まあ、しょうがないね。ズズさんいらっしゃい。注意書きが増えてる。あー、そ、なんか、どれだっけな。ね、なんか増やした気するわ。あ、今でもプレイしたい、手に入るなら欲しいなど、真剣な依頼がっていうやつかな。ゲーム以外って何やろ。ゲーム以外は何だろうね。ゲームウォッチ、ゲームだな。なんかね、変なもん、アニメとか探したこともありますね。なんだっけ。ゴームズじゃなくて、なんか探してるんだ。あー、探したね。あ、映画は別の枠だね、それね。あー、ちょっと待ってね。はい。よし。
疲れた、うん、みんなもお疲れ。はい、正解はソフトなら探してほしいものがあるだろう。それわかる見つかるもんなのそれって。はあ、映画か。映画探し、エミット英会話ソフト、なんだろうね。英会話ソフト、真剣ゼミだな。真剣ゼミとかそういうやつか。そういうやつ無理じゃない。一般流通しなかったものとかはもう無理ないの気がするな。分かってゲーセンのゲームとかな。ロビンジュニアじゃなくて何だっけあれエスパークスじゃなくてなんたらジュニアだよね。あれはでもさあ、なんでこれ忘れてたんだろうっていうか。アドベンジュニア。アドベンジュニア。エスパークスの印象が強すぎてさ、バトエンとか。あ、なんか見たことあるものだったよね、出てきた時はね。あ、これ見たことあるわ、みたいな。え、これ、今年のエボだったんだ。今年のエボやってたんだ、スパツ。スパツ X。なんで土台がグラグラしてんの、これ。最近クラッシュバンディクーレーシング探してるんだけど、うん、中古屋になかなか置いてなくてつらい。なかなかないものではないと思うよ。3つブックオフ回ったら1個はあるような気がするんだけどな。3つゲオ回ったら1個はあるような気がするけど、出荷数自体は少なくないはずだからね。どっかで再認識されてすげえ売れたのかな。はい、41コメさんいらっしゃい。ゲーム探し枠なんですが、まだ依頼はないです。ちょっと疲れてるから、疲れてるから別にこんな感じでいいよ。 PSP の V&B とか2年くらい探してるのにない。 V&P ガーファイスカーガール続き見れないのかな。 V&? ファイスカーガールって、どうすんだろうね。 B、V&B?ビーナス&ブレイブス、oh, no. あるんだ PSP にと思ったけど、そういうわけじゃないのか。ハッキング、さすがに無理じゃないかな。さすがに無理。ないゲームを中古屋で見つけると感動するよね。見ない。あー、まあめったにもうないけどね。ビーナス&ブレイブスは2000円で Amazon で売ってるよ。見に行ったびに、今日俺誕生日って挨拶代わりに言ってたらついにキレられたでござ。うん、懐かしい。NG に引っかかるタイトルだった。NG はゲームじゃないらしい。わらわら。NG に引っかかる。ビーナス、ビーナスのブス、ブレイブスか。ブスね。なるほど。X 違うな。ブレイブス。ブレイブス。ゲームはたまにそういうなんか気がついたらそういうタイトルのことがあるから、ニコ生で気づく。千代子さんいらっしゃい。エヴァノンさんもいらっしゃい。そんなわけで画面の文字が小さいと思った場合、画面モード切り替えで映像のみというね。 NG の1個右、画面更新の1個左にあるんだよ。ポケットピカチュウ、ポケットピカチュウ。あ、そういう枠じゃねえから。それ探してください、それ。ポケットピカチュウとさ、なんかキティちゃんのやつとかあったよな。あと、桜大戦 ?64 組さん、犬さんいらっしゃい。ポケットピカチュウって結構みんなやってたよね。いつでも一緒はいっぱいやったな。どこでも一緒といつでも一緒別か。わら妖怪ザーってな、そっちの方が懐かしいわ。いや、マンポ系だよね、ポケットピカチュウってね。で、なんかポケットピカチュウに電気が溜まるっていう設定で、それとなんかゲームボーイカラーとかアドバンスとか、なんかこう、アドバンスじゃねえな。ピカチュウ元気で中じゃない、なんか連動できるよね、確かね。デジモンとか考えると進化したよね。まあね、デジモンはもう元が元だからね。うるさいな。
ワコショって半透明のやつなんだろう。ワコツです。ドラクエ歩くんですって聞いたもんねえな。64のソフトだった気が。64のソフト？ああ、え？それはおしゃべりピカチュウじゃないの？ピカチュウ、あれ？あ、ピカチュウ元気でちゅうか。ポケットピカチュウとまたは別でしょ？あ、64のソフトと連動だった。いや、もうちょっとなんか、もうちょっと身近なゲームだった気がするんだけどな、連動って。チョコボみたいな機能？ポケモンのピカチュウ版つまんなかった。まあでも変わらないからね。ポケモン赤、緑、青、ピカチュウは全部一緒でしょ、あれ。絵が若干違うらしいけど。うん、あったよね。ポケットピカチュウ、あ、ポケットピカチュウカラーが金銀にアイテムを送れる。ピカチュウがなんか拾ってくんのか。ポケットピカチュウって聞いて、なんかゲームボーイの写真が撮れるってゲームを思い出した。それは、それはまた別。ピカチュウ版はピカチュウめでるのとバグ少ないのと安いのが利点。そんなにポケモンってバグだらけなの？それは知らなかった。そっか、ポケモン、ポケットカメラ、ゲームボーイミニのカラー。ゲームボーイミニ。ピカチュウが波乗り、あれなんか波乗りピカチュウってあったよね。初代はバグ解明されてない。は？解明されてないってどういうこと？あ、ポケットカメラね。痛い、エミリーのやつ。エミリーじゃねえや。エミリーか。そうだよ。ウィングさんいらっしゃい。いやー。あー、なんかあったね。そうでしょ。あんなもん普通にやってたら何もバグんないでしょ。何かやり始めると、すごいバグだらけっていうか、それお前らがなんかやってるからだろ。フェイの方は、なんで盛り上がってんの見てなかった限定通販の後ローソンとかで買えるようになったようなピカチュウ版あったね、ローソンで買えるあったね。結局俺そこで買った気がする。大会です。ポケモンはなんか今年のエボの認識だったな。ただセレクトをし続けるだけでバグるのはどうよ。何それ、セレクトをしっぱなさないけどな。普通にプレイしてセレクトをしっぱなしなんてねえけど。思い出せないソフトがある。あるけども？あるけども何？あるけどもなんだ？ゲーセンだね。スト2の、なんだろう。スト2ダッシュターボ、スーパースト2、スーパーストリートファイター 2X、5作目だね。5作目のスト2です。左手ダンシング？あ、そうです。小手半がないと無理です。ハイパーじゃないと思う。多分普通だと思う。ハイパーだったら下になんか出てるっしょ。背景はスト2だけどキャラ知らないキャラがいる。いる、今もいるキャラだわ。今もいるキャラしかないわ、これ。フェイロンと、あれだよ、なんだっけ。バルログだわ。グレートタゴサクさん。よし、来た。何の話？何が来たの？42個目さん、イヤイヤの方、どこ行った？ああ、いいよって、イヤイヤ取った？イヤイヤ取った人？誰だか分からん。ちょっと待って。タゴサクさんと、コテハンつけるんだっけさんは一緒の人？あ、一緒ね。はい。ストニって無駄に派生作品多いよね。無駄にっていうか、スト2がそれをみんなが許してしまったからとか、後が大変なことになってるよね。ギルティギアいっぱい出たりとか。グレート。タゴサクって、ちょっと待って。何かがおかしい。日本のバルログ。うわぁ、すげえコメントが。止まったことすら今は言われたわ。ちょっと一旦。ごめん？どうした？ちょっと待ってね。ちょっとだけ待ってね。アラブル棒読み。はい、オッケー、止めた。じゃあ、タコサクさんお願いします。年末だから止むとするんじゃ？いやー、なんだ、ネットが落ちたね、今ね。びっくりした。動画は止まってなかったんだけど、動画は止まらずに放送だけ止まって、ニコニコの問題かな。生の人いっぱいいるのかね。
生してる人、いやー今何人だ、今5000番組だから、まあマックスではないね。じゃあタゴサクさんお願いします。画質悪る。よいしょ、よいしょ。い機種はファミコン、時期は25年ぐらい前だと思います。おい、25年前くらい前ね。まあ25年前ってファミコンじゃねえけどな、サターンで20年前だから、まあファミコンか。ジャンルはアクション。何アクション？横スクロール、縦スクロール、ドラクエ3か4時代の時期かな。ファイナルファイトっぽいゲーム、魔界村っぽい。魔界村って難しいか。いや魔界村でわかるか、25年ぐらい前にやってれば。ロックマン的なゲームなのか、ファイナルファイト的なゲームなのか、なんだ、あと、なんだろう。コントラっぽい。コントラっぽい。コントラ、あれ？コントラっぽいアクション。で、ファミコン。ファミコンでコントラ、スーパーコントラか？王さんいらっしゃい。チナシーさんもいらっしゃい。リュウクさんもいらっしゃい。あれ？ガンデック。黒いカセット。黒いカセットいいですね。コントラなんじゃねえの？コントラ、スーパーコントラかもね。最初ヘリから落ちてくる。最初ヘリコプターから落下して始まるゲームが。スーパーコントラ説。んーね、スーパーコントラ説。デッドフォックスってどっちがつ違くね？はぁ、パーツ？パーツ？怒りってなる？え？武器のパーツ？あ、ごめん、これ下でした。武器のパーツ？ヘビーバレル。ボルガード？ボルガード。人間が主人公ってこと？ありがとう。ああ、いや、ガンデックってコントラっぽくなるね。武器を拾っていく。武器が完成するとその場で使える。ああ、へえ。なるほど。じゃあちょっとコントラじゃねえな。ソルブレイン。ソルブレインって完成すると使えるよね、確かに。なんか3つぐらい揃うと BAB みたいな。キャラは人間で 2P 同時可能だったと思います。ザーン、ガンスターヒーローズを思い出したけど。あー、ね、そっか、ソルブレイン普通に番組が出たんだけど、2人同時プレイとなるとちょっと違うな。ガンデックも違うよな、2人同時要素がないよな。武器名がタイトルと同じだったかも。武器名がなんか、何この画面、あれなんか出てね、これ。あー、消えた。武器名とゲームタイトルが一緒。ヘビーバレル。ヘビーバレルって横じゃないような。キャプテンセイバーは武器っぽいのが画面に見当たらない。あ、そう。ヘビーバレル。あら、パッキングさんは名前の割に真面目だな。真面目っていうか、すごい。あ、ありがとう。今の見ている動画のは違うんだよね。これは違うんだよね。ガンデック。シェンムー主人公みたいな。流れてるゲームどっちかつと忍者龍拳。そうなんだよね。ちょっと違う。名前によらないのか。今までちゃんと見てた人なんだろうね。メタルスラッグはファミコンじゃない。コントラっぽいっぽいっちゃっぽいけど。じゃあスーパーコントラ見てもらう。あれ？あー、なるほどね。ヘビーバレル、ちょっとでもコントラっぽい横スクロール、あれ？横スクロールとは言ってないのこれ。コントラっぽいって言ってるだけ。ヘビーバレル違う。ガンデックも違う。ガンデック。ヘビーバレル。ヘビーってヘビー、うん、まあ、いいや。B だ。え、どうした？嘘でしょ？今のシーン。マジかよ。危なかったな。これ、この、あ、この弾の出方がコントラっぽいってこと？ヘビーバレル来たよ。痛い痛い痛い。ファッキューってなんで、ファッキュー。ヘビーバレルね。タンナさんが言ってはいるわ。ほー。ごまだれ来たよ。ほんとだよ。そうだな。だったらだ。だったらだ。意外と依頼に多いヘビーバレル。ねえ、なんでなんだろう。タンナさん右、ファッキンさんで。ありがとう。センタリングからのシュートみたいな感じで。
いいんじゃない？ヘビーバレル。ヘビーバレル。これデータイスだっけ？だからなのかな？あ、デコだね。ファイナルファイトみたいな四天王のゲームだったね。いや、そうだね、若干ね。どっちかというとね。ヘビーバレルってあんまり、あのね、なんだろう。俺の世代ではあまり馴染みがない気すんだよね。もうゲーセンがなんか鬼のような展開を見せてたからさ、ファミコンどころじゃなかったでしょ。もうスーファミも、ね、スーファミも控えてたしさ。時期ってあるんだよな。だから俺ももう、これデコでしたっけ？データイストって書いてあるよ。デコ。ゲーセン版なかったっけこれ。俺でも全然馴染みねえよ。競馬筐体に夢中でした。そんなわけで、グレートタゴサクさんが探してたのはヘビーバレルでした。うん。この一回違うっていうところがまたこの記憶探しはっぽい。光の改造物。なんかこの手のゲームって多いよね。ショックトゥルーパーだっけ？なんたらショックトゥルーパーだっけ？主の皆さんもありがとう。はい。いや、依頼、ご依頼ありがとうございました。早くスッキリできてよかった。そうだな。動画が短いんだよね。どっかねえかな。ないんだね。じゃあもうグレートタンクに。これで年末すっきりして過ごせますね。Amazon で450円から売ってますよ。はあ、意外に1円じゃないんだ。ファミコンは愛色ヘビーバレル。おお、あ、あ？ゲーセン、あ、やっぱそうなんだね。そうだよね。確かあった気がする。これもエッグ？え？なんだ？ないこれ。タイトル画面だけか。移植にしてはしっかりしてそうだな。いやいやいや。いや、なんだろう。なんだろうな。でもなんかヘビーバレルって記憶に残る人が多いから、意外といいゲームなのかな。真面目にやったことないわ。赤いのサイトになるんだよな、これ。どっちが？ヘビーバレル？タンク？俺、グレートタンクと怒りがすっげーごっちゃになってたわ、昔。開発一緒なんだっけ？なんか知んないけど、俺これがすごいゲーセン版が好きで、夢中だったわ。あ、ヘビーバレルね。なんだ、コントラスピリッツじゃスーパーコントラかと思ったわ。なんだって、スーパースターフォース。タンクと怒りは開発同じですね。タンク、ゲーセン版がめちゃめちゃ好きで。タンクは知ってるけど、グレートタンクは知らない。ファミコン版がグレートタンク。ゲーセン版がタンク。意外とできいよ、ファミコン版。知らずにやると結構積みますよ。どれがタンク？ヘビーバレル？前後するから分かんねえ話が。足寒いなぁ。靴下どこだっけな。あ、もう。ダメだ。ヘビーバレルのことです。へぇ、そうなんだ。なんか、あれがあんの？迷路みたいになってるとかそういうこと？そんなわけでこんな感じで依頼を受けていくんで。どれだフロントライン。ゲーセンのデモを動かせるのって、影の伝説か？懐で温めておきました。あ、靴下を。スイートロード？知らねえ。スイートホームズしか知らないわ。影の伝説しかわかんない。そうなんだよね。影の伝説、あ、怒号双剣、マジか。マジで。怒号双剣動かせんな。怒号双剣の最初喋んのすげえなんか、あー、そうだ。そうだよ。忍者コマンド。倒すために選ばれた。なんで嫌なんだよ、お前。倒せるものなら倒してみろ。これと忍者コマンドとライザンバーか。でもこれはそんなイラつかねん。これそんなイラつかないのに、怒号双剣は。忍者コマンドはなんかすごい、なんか、撃たれただろ。俺が撃ってもならないから誰か撃たねえかなと思って。待ってた。和光、サイドアームもデモで動かせましたよね。ああ、サイドアーム、影の伝説、怒号双剣。たまにあるね。あとあれ、え、スラップファイト無理。なぜかは、なんとなくスラップファイトあった気したけど。この人何なの、このダブドラの人何なの。知らないでやってんのかな、まさか。それともこだわりでやってんのかな。なんかこだわりっぽいな。スラッ
ップファイトはどうだったかな。あれがなんとなくできた気がしなくもないけど、多分違うっていうかよく覚えてない。音ちっちゃ。いやー、この人分かってる人だったわ。分かって、俺と同じぐらい分かってる人だった。好きでやってたんだ。外人は回し蹴り好きだから外人さんなのかな。いやー、分かんねえなー。日本人っぽいけど。あ、しかも、お？和子。あ、肘鉄だけでクリアできてしまうほど肘鉄の性能が異常なため、肘鉄は使わずボス撃破後に雑魚が撤退するときは使ってます。に普通にクリアだって。肘鉄縛り多少。駿河さんいらっしゃい。ファミコンだけどルート16ターボも動かせるよ。あれは別にお金も何もねえからいいじゃん。でもそうだったんだ、ルート16ターボでも動かせんだ。自分が動かすとどうなんの。もともと勝手に動いてるよね、あれね。離したら勝手にまた戻る。ってことはあれは記憶されたルートを巡ってるデモじゃないってこと。ランダムなの、それともなんか AI なの。すごくね、逆に。年越しゲーム何にするかみんな決まった。わかんねえ、俺なんかこの体調だとなんか年越し寝てそうな気すんだけど、去年って俺なんか寝てた気すん。もう年越しの瞬間は完全寝てたみたいな。あと1分かい。依頼お待ちしております。まあなきゃないでいいわ、雑談でも。年越しゲーム何にしよっかな。モンハンが届けばモンハンだわ。あ、生、あの、起きてたらすると思う、多分。普通に。オツデウ。なんだろうね。年越しゲーはファイナルファンタジー5からテクラム。すごいとこ、しっかりしたとこだ。何が届かないの。オツでした。はい。いらっしゃいじゃねえよ。はい、次枠もあります。今日はちょっと枠取ったら目覚めたんで、まだ取ります。はい、よろしく。次枠、待てよ。依頼がある方は、固定版をつけていただければ。あと、パソコンで同人じゃなければ。パソコン、依頼があんまりないときはパソコンも OK にしますけど。次枠です。すっげえしょ、素早く取っていきます。よいしょ。ふぅ。和骨です。はい、ズズさん、犬さん、いらっしゃい。いやー、なんだろう。和骨です。ちょっとあれ、ウコン飲んで、今日は。ウコン飲もう。今飲もうか。あったぜ。ウコンがあったぜ。レモザイクさん、コロナガさん、レグルスさん、いらっしゃい。レグルスってすげえ聞いたことあるけど、なんだっけ。バグルスだ、それは。アメリカ版のとんがりコーンだ。ウコン飲みすぎです。あー、いやー、お酒に関係なくさ。和骨です。年越しは対面も出したら次のゲームってやろうかなと。へえ、このゲームなんだっけ。あー、何、え、レグルスはセガの盾シュースね。本当かよ。なんで覚えてんのかと思ったけど、そっちか。ノーマットさん、グレードさんもいらっしゃい。ゲツオさんもいらっしゃい。ファッキングさんもいらっしゃい。知らんかった。あ、それでつけたんじゃないんだ。すっかり俺、とんがりコーンの海外名のこととか思った。テレビ見ながら 3DS やるかな。うん、3DS 何のゲームやんの。北米は小丸買ったので、マンハントで年越し。おお、箱丸買ったの。え、あ、箱丸だから、あの、旧箱のゲームが動くってことか。なあ、一時期は箱丸北米版買った方がいいかと思ったけど、なんか大したゲームは、天空3とかしかなかったからさ、あれがないと動かないゲームが。それ以外は変な、よくわかんないゲームばっかだった。結局買わなかったな。ゴンブトさん、ヌプマロさん、いらっしゃい。鳥頭さん、キニカさん、キニカさん言ったか。いらっしゃい。3DS、昨日、一昨日ぐらいゲーム屋行った、寄った時見たけど、なんか別にない。DS ほど、なんか、ネック崩れとかないね。ぬふまろさんいらっしゃい。面白そうなソフト物色中。体験版落としてみたけど、スマブラの体験版が消えてた。
いや、スマブラは買うけど、モンハンはポチった。値崩れないな、もうね。あんまり。タコショッチョさん。うん、2時更新でした。え？え、犬さんでも広島の人でしょ。あ、え、広島と出雲大社めっちゃ遠いの。四国？出雲って。あれ？ん？やめとこう、これ以上。これ以上はやめとこう。島根です。島根。あ、島根にあるの。じゃあ、地元じゃん。遠いやろな。遠い。黒森さんいらっしゃい。微妙に遠い。あ、微妙に遠いんだ。地面は繋がってんの。地面的には橋渡らなきゃダメとか系。ワコ？はい、いらっしゃい。なんかなんだろう、パイシーさんいらっしゃい。煮物いっぱい食ったから、なんか煮物の逆襲が来てる。島根なら近いっすね。ほう、そうそう、広島とは言ってないか。ワコス、はい、29号さんいらっしゃい。依頼がある方、固定班をつけてください。ああ、いいじゃない。え、ああ、いいんだよね。神奈月、神有月、あれ？上の方、全然あれと違うな、想像と。時は来た。島根は上海ドラゴンって、時は来た、違う。ここ一切いらっしゃい。上海ドラゴン。本当に？なんかうまくなさそうな名前だけど。すげえチェーン店っぽい。チェーン店がまずいわけじゃねえからな。フィッシーさん、マッカラさんいらっしゃい。うまかったんすよ。うん、俺も鹿児島で一番うまかったラーメンはどさんこラーメンだったからな。鹿児島にうまいものなしって言われたもん。黒豚か質問してください。フィッシーさん、何探しですか？探し依頼。フィッシーさん珍しいな。やっていいならやろうよ。変な、いや、エロゲーム無理だよ。本当にあのイブスキに？マジか。ドサンコ、そこでも一番うまいな、ドサンコラーメンって言われたのよ。イブスキか。もう一度、もう一生行くことないんだろうな。いいっすか？はいよ。いいよ。よし、ちょっと待って、色が変な色ばっかだ。よし、オッケー。PC か MSX。ちょっと待てー、へーい、パソコンかーい。ま、一回依頼ねえから。PC か MSX でやめて。そんなに MSX と PC で似てないと思うんだけど。全然違うと思うんだけど、これ、はっきりさせよう。どっちかはっきりさせよう。なんか、その時にやった他のやつとかも、じゃあ、探すか。とりあえず、じゃあ、どんどん聞いていくか。最近はカツオラーメンが出てるとか。超うめえ、つけ麺食いてえわ。具体的だな。その時代は案外知ってる人多いかも。逆にな。88年かも。だけにドンピシャな年代。な。いい年ではあるな。いろんなファミコンがめっちゃ活気づいた時代でもあるし。あ、ギリギリ俺生まれてないわ。生まれてないんかい。RPG みたいな感じ。おい、やめろ。かなんでこんなになんかすごい霧の中なのこれ。アスピック。俺はもうこれの10年前には生まれてるから。上から見下ろしと横スク、上から見下ろし、視点が2つあるんだ。視点が別々に存在するってことだよね。どういう時に切り替わるんだ。上から見下ろしっていうのはゼルダっぽい感じ。香川照之、え、香川真司か。イース横？あ、それ3じゃん。おいおい、ちょっと待って。かなり曖昧だね。マジで？ゴルベリアス？で、そんな2個してあんの？ゴルベリアスってなんかプレス、PC エンジンから出てくる。横スクロールの画面で時計みたいな敵？あ？ボスが出てくる。時計？これは分かる人分かんじゃない？ごめん、画面でけえや。ゲーム画面でけえ。はい。ゴルベリアスって、あ、ゴルベリアスって魔城伝説2のことなんだ。時計みたいなってコンパイルって書いてるけど、え、ゴルベリアスって、あ、違った、俺が言ってるやつ。この人たちに見覚えありませんか、ヒッシーさん。なるほど、この方々に見覚えは。あれなんだったっけね。時計の魔物って、オーマ
魔主張ガリウス。うん、大魔主教、そうそうそう。伝説に派ガリウスじゃん。あ、だからか、だからか。なんか俺違うゲームな、こう、なんかすごいな、ピグマリオみたいだな。ロード画面が、ロード時間があった。ロード時間？フットなのかなって。なんかすごい軽いな。あ、フロッピーディスク。これフロッピー？ボスからエンディングってどういうこと？だから PC の可能性あるかなと思ったわけで。ああ、ディスクシステムかもしれないってことか。ロード時間って珍しいな。ロード時間？昔のゲームでロード時間？え？昔のゲーム30分ロード時間とかあるから。今の方が珍しいんじゃないの？ロード画面って。むしろ。昔は全部ロードがあったぐらいの。判定がゆるゆるなゲームだな。どうなんだろう？てかこれじゃないやつが見てんの。ゴルベリアス。違うやつがあるな。よく当時その兄の友人に MSX のグラディウスやらせてもらったことあって。あら。じゃあ MSX の可能性があると。 MSX も怪しいなと。なるほど。 PC マイクミとかの地獄を知らないにゃね。10枚なんてまだ可愛いよな。下級生の22枚組がとかあったよ。大ザンバいらっしゃい、坊さんいらっしゃい。若い人には分からんのだろうな、30分読み込んでやるゲームの気持ちとか。逆にそんだけまとまった時間があると別のことができるから、待ち時間はあんまないような感じする。まあ A 面 B 面切り替えるんだけど、カセットテープだから。うん、ヒッシーさんが全然画面見てくれないんだけど。全くわからんですよ。だからまあ、あれだな、時期としてはだからこう。ちゃんと覚えてるのはその時計1本ボスしか決定的じゃないのですよ。自分でプレイしてねえな、さては。時計みたいなボス。横とか縦がある。ゴルベリアさん横がどこにあるの？めっちゃ縦スクロールだけど。いや、触らせてもらったんだけど。ああ。RPG じゃなくてアクションなんです。これは違う気がするな。30分なの。この人たちに見覚えは、こいつやばいんだけど。こいつワンダーボーイっていうか、待って。88搬送サリアンって思ったけど横しかないか。はあ。30分ないけど、デジモンワールド2で労働20分。ときメモで俺待ち合わせ場所で待ったけど来なかったことあるわ。そんな言ったプレステ版で。あいつだと思ったわ。そういうバグというか、読み込みエラー。ちょっと待て。これ何？おわ、へへへ。交互期待って言われた。ボス背景。え、目覚ましくんみたいな感じなの？それとも、どういう感じ？あ、絵描いてもらおうか。これ違う、これ体験版か店頭デモだと思う。それかディスクステーション。カサカサ。コミカルな蛇がリアルに切られてるけど。目覚まし時計みたいだった気が。あのね、ベルがついたやつ。コミカル系？意外と。目覚まし時計みたいだった気がする。あのベルがある古臭いやつ。はあ。目覚ましテレビのあれみたいな。そう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 、そういうことでしょ。じゃあ結構コミカル系。あ、ほんと？え、メルヘンベールそんなのいんの？メルヘンベール時計。時計いる？いや、出てこない。メルヘンベール。パソコン版。そうだよ。目覚め。目覚めじゃん、目覚まし。あ、正面。本当に誰に話してもわかんなくて。なるほど。マリオ RPG のメビウスやな。ほう。時計が出てくるメルヘンベールはないよ。時計？目覚まし時計？ないよ。時計の要素がなくメルヘンベールと言ってたらちょっと関係がない気がするな。違うか。縦と横。おい、当てずっぽかい。小学2年くらいの記憶だから本当に薄い。小2だったら覚えてるでしょ。RPG 要素は忘れていいんです？ RPG 要素忘れてもいいよ。RPG みたいな感じだから。多分、RPG じゃない可能性もあるでしょ。見えたんだよな。うん。
どうなんだろう。敵をバシバシ倒す。ゴルベリアスは違う。ただアクションなのかも。うん。MSX 以外の PC で家にあったパソコンはあります？うん。ね。横スクロールの時計ボスとはどうやって戦ったんですか？兄の友達に MSX のパスゲームをやらせてもらってた。兄の友達と話してたんだな。こんばんは。その時は戦えなくて。おう。横スクロールの時計ボスはどうやって戦った？おう。これはちょっと難しいな。時計がボスで出てくる MSX。なんかボスっぽいのが現れたり、戻ったりするだけだった。どういうことだ？アシュギーネとかどんなゲームだっけ？アシュギーネはゲームによって違うからな、全然。プレイしたのが87年って感じっすかね。やばい MSX の乱暴動画見たらめっちゃやりたい。笑。どうでもいいのなんだろう。MSX 時計のボス？悪魔城ドラキュラ？懐中時計？ちげえよ。それちげえよ。SF っぽいとかファンタジーっぽい。そうだね。世界観というか、そのキャラクターから見てどういうゲームなのかをちょっと教えてもらおうか。ロード時間があったってことは不動なのかな？フロッピーディスクじゃない、やっぱり。カセットテープではないだろう、さすがに。どれぐらい、どうしよっかな、これ。これ、どうする？これちょっと手探り感強すぎるな。もうちょっと特徴がわかんないとね。いやー、どうする？もうちょっとあんだろう。頑張れ。メジャーだね。かなりメジャーだね。ボンバーキング MSX 版？暇じゃん？ボンバーキング？ふふ？88とかだったらすません。あ、いや、それはいいんだけどさ。時計のが描かれ、ストップウォッチの。MSX には不動標準装備やね。ああ、最初はフロッピーないのか。いや。でやっていた気もするのです。なるほどね。安定だな。ねえ。と収穫祭。お前んとこのサイトでお前んとこが配ってるオフィシャルの公式の配信ツール使ってなんで落ちんのこんなに。腹立つわ。キーボードでやってた気がすると。まあでもこれが MSX か PC かって言われると難しいよな。これどっちでも可能性あるしな。初期はカセットテープもあったような。あったね。ただカセットテープのゲームってそんなに途中で読み込んだりする？そんなことが可能なの、カセットテープって。最初に一気に読み込んでおしまいじゃないと成立しなくね、あれって。ん？ウルティマか。横スクロールのアクションになる RPG が PC エンジンにあったな。あるね。なんかグロメの。グロメ？ああ、それ MSX だよ、それ。多分 PC エンジンにもあるけど。音楽は鳴ってた気がします。音楽鳴ってたって。音楽は、いや、カセットだから音楽鳴らないとかないから。ザナブは見下ろしじゃない。これぐらいの画面の感じだったのかな。これ難しいかな。そう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 。MSX にもあるよね。でもなんか女の人がとかそんなのもわかんないんでしょ？主人公は女の人で銃持ってましたとかそういうのも全くわかんないでしょ？しかもその狩猟戦線は時計出てこないでしょ？そういうゲームじゃねえし。ゾンビはともかくとして。そういうゲームじゃねえから。もっとなんかコミカルっぽい感じだもんね、聞くとね。ヒッシーさんだから絵を描こう？掲示板に、その時計の絵描こうよ。もう逃がさないよ。やってた本人が覚えてないんだもん。ダメじゃん。それさ、見たらわかんの？怖いんだけど、また俺たちそうやってさ、探したはいいけどさ、これかもしれませんけど、みたいな、もにゃもにゃされてさ、どうなの？そこはわかるの？そんなに記憶がないのに。大丈夫なの？お兄ちゃん連れてきて。お兄ちゃんにもちょっと話を聞きたいんだけど。時計が出てこない。だったらお兄ちゃん連れてこうか。お兄ちゃんいないと、お兄ちゃんの友達か。友達がいないとわかんないのか。
お兄ちゃんじゃわかんないんだな。攻撃するのそのゲーム。ね、どういう風に戦うゲームなのかがわかんないから、なんか自分が騎士なのか SF っぽいなんかこう宇宙服着た人なのかとかもわからない。全くわからない。キングコング2の MSX 版見たい。MSX なら1と2じゃグラフィック大違いやけど、シークレットファクターではなかった気がする。そういう感じか。友達すら覚えてないってことじゃないの。だってそこがピンポイントに分かんないと絶対分かんないんでしょ。俺知ってるよ、俺知ってるわ。その時計のボスが出てこなかったらもうそれ以外のことはもうこのゲームだとしても分かんないってことでしょ。それぐらい分からないってことでしょ、うん、それはちょっとな。それはそういうことでしょ。だからそれはちょっと難しいね。その部分しか分かんないんでしょ、言ったら。そのボスが見れないと分かんない。そうだ、時計の目覚まし時計のボスってことでしょ。ボスかどうかも分かんないんだよね、それね。目覚まし時計。なんで左耳ばっかなの、これ。MSX にそんなんいる？そうそうそう、そういう。でもちょっと可愛い系ってこと、キャラクターが。その目覚まし時計はちょっと可愛い感じなの。あります。けど目覚まし時計のボスはないな。さすがに。イースに急にそんな目覚ましくんみたいなのが出てきた時に、みんなは未だに語り草になってると思うけど。目覚まし時計に見えるけど全然違うってこと？ロマンシアの、じゃあ、ボス一覧？そんなもんわかるかな？あるかな？ふぅー。誰？それ誰？ダメだ。目玉だった。イラスト描いてもらう。そうだ、イラストを描いてくんないと、その目覚まし時計のイメージがつかめねえんだよな。URL 省略。お、そういうローラー作戦は嫌だな。もう見るしかないけどさ。ロマンシアは MSX でもありますよ。ありますよ。ショートマッチってのがそれっぽくないかな。何秒？そのシャウトマッチとかそういうの以前にして何秒？ロマンシアです。はい。まだ見てません。おい。今出てる。マジかよ。何番目に書いてある、それ。シャウトマッチ。1、1、2、3。3つ目ぐらいかな。最初に出てたのがそれなんじゃ。嘘。これ？あ、これだ。へへへ、嘘でしょ。画面でかくしようか。ブツブツ言ってる。これが横と縦があると。なんかちょっと、違う気がするな。画面写真に横スクロールっぽく見える場面があった。画面写真に横スクロールっぽいのがある。なんかパチオくんみたいな。こんなに古くない、こんなに古臭くない。パチオ、あら、パチオみたいにいたよね、主人公の。あら、すげえパチオ感。そうだね。まあ、画面の映り変わり方が。ここからか？ここからか？ソーリーって言われてるよ。なんだよ。どうなの、ヒッシーさん。ターボ R はもうほぼないと思っていいと思うよ。あんなものを手が出せなかったもん。どうなの？これより古そうなの？これ無理じゃない、やっぱり。無理なんじゃないの？これはちょっと無理だろう。ここまでわかんないんで、これより古そうなのかどうか。もうちょいカラフル。PC かな？ PC っていうか、ここまで情報なかったら PC も何もねえよ。どってパソコンだったらあるけどとかそういう話じゃねえから、今んとこもう無理だ、これ。そういうレベルの話を超えているわ、まだ。で、冷やすかな、これ。時計ボスしか印象にないの。ねえ、だからないんでしょう。
それだけググっても悪魔城ドラキュラが一番上に出てくる。時計以外欲しい。てか主人公の見た目わかんないようじゃもうわかんないよ。そんなゲームないよきっと。だからみんな忘れちゃってんだよ。本当はないんだよきっと。そこで詰まった強烈な思い出しかない。ないんじゃないかな。ないってことになんないかなこれ。記憶違い。この人下半身ないっていうか。あー小宮だよ。ポートピアだよこれ。ポートピアってこんなだったんだ。画面の切り替え方式とかキャラの等身とか覚えてないの？いやだって見た目が分かる。 SF ではなかった気がするしか分かんないんですよ。いやーもうちょっと分かる人に来てほしいな。ヒッシーさんでは無理だなこれきっと。だってこれ以上ないんでしょ。あやふやな記憶なのによくその兄貴の友達と会った会ったと話が だ, だって上から見下ろしと横スクロールみたいのがあった気がするけど本当かどうかわからんのでしょ。で横スクロール画面で時計みたいな敵が出てきて目覚まし時計みたいなやつだったけどっていうとことロード画面があった気がするレベルだもんね。これはわかんないんじゃないかな。いやだってこれもう記憶がないんでしょ。目覚ましがわからないんだよな。とりあえず絵を描いてください。じゃあドラゴンスピリットってのを見つけましたであります。ドラゴンスピリットってちのアクションRPGで、おうおう、ドラゴンスピリットってドラゴンスピリット URL 省略マックの CM しかわからん。わらマックの CM 私の MSX 伝説第07回賢者の石パート1賢者の石 RPG っぽいね。元気ですか？元気元気ですか？元気なんでこれリバーブっていうか URL 省略わらわら。あカラフルすんげータイトルだなわら。なんだこれなんだこの声わらわら、ね、声がちょっと変だよね。カシオかよカシオ横スクはタイトル自作してんだね頑張ってるね。そうなの。なんかゼルダっぽいゲームやっぱ多いな。スクロール無理だから。あーなるほどね。ファッキンさんがくれたやつは何だい？ドラゴンスピリットって何？指定されたページないって言われたよファッキンさん。え？ G が足んないのかな？目覚ましくんの画像。こういう的だったのか。ちょっと待って、なんか、じゃあ、というか質問にすらなってないな。そう、これ似てる。似てるんだ。ここまで似てる。こんな可愛い系のキャラなの。元気ですか？もう一回聞きたいんだけど。あれ？元気ですか？じゃあ、スピック違うな。私の MSX 伝説って書いたのか。アスピクチがゼルダにこんなやついた？わらわら。こんな。アスピク違うね。アスピク違うだろうな。ちょっと待ってみんな。みんなちょっとこの動画の URL 教えとくわ。これ横に向けてマント被ってにキャラの2倍ぐらいの高さ。高さ。何が？マントつけてる時計のキャラってこと？え、待って。え、これ横向けでマント、え、メインキャラの2倍ぐらいあるか。ファンタジー系っぽいな。でも時計だよ。目覚まし時計でしょ。エスパードリームとかみたいな感じ？いや。なーちゃって。え？私の横浜タイヤ見せても似てるって言いそう。これ全然違ったら黒が滝だな。カービィじゃね。カービィ。キャラの等身なんて答えないのかなぐらいは、リアルなドミなのかデフォルメなのかぐらいは。あー、なるほど。主人公はリアル系なのか、デフォルメ系なのか。このキャラの半分ぐらいの等身って言ってるけど、おい、なんかくれたよ。デフォルメだと思う？ドラゴンスピリットのウィキペディア。はい。ちょっと待ってね。目覚ましくん消すわ。これか。MSX1 を足していたカシオ。あのキーボードが5分だよね。
あ、ごめん、URL 切れてるわ。ドラスピは5時55分とか言ってましたか？ドラスピはドラスピってドラスピのことでしょ？俺ドラゴンスピリッツとドラゴンスピリットって別のゲームがあるのかと思ったけど。ファミコンのロマンシアが一瞬似てるって思ったことあるんですけど。あ、そう。じゃあザナドゥ？MSX でもあんなあの世界観に時計は出てこねえよな。時計と見た目間違うようなボス。ロマンシアは見下ろしがないんですよね。ロマンシアもザナでも見下ろしはないよね。ドラゴンスレイヤー、え68のドラスピンは時期的な問題か。ザナドゥはあんなにポップではないもんな。え、あ、これザナドゥってドラゴンスレイヤー2だったのか。初めて知ったわ。横スクもないもんな、これな。 PC エンジンなのかな。時計、目覚まし時計、あのさ、あのベルがついた目覚まし時計ってなんか固有の呼び方があるのかな。目覚まし時計、アラーム、スマートアラーム、違う、目覚まし時計。ボスになると横になるよザナドゥ。いや、え、ザナドゥ、あ、そっかそっか、そうだ、ザナドゥなるわ。ドラ、赤いドラゴンとかなってたよ。サイドビュー画面がありますね、ザナドゥ。初見です、です。はい、いらっしゃい。一方懸命私も画像探しては見てたり。怖いよ、こんな狭い路地でこんなん来たら死ぬわ。こういうゲームでしたか、ヒーシーさん。英雄伝説がドラゴンスレイヤー6だね。はぁ、あ、どうやって死んだ今。どうやって死んだ、おい。ただ敵は逃げない、これ似てる、似てる。ザナドゥの中の敵に目覚まし時計なんかいた。次枠でちょっとザナドゥ一通り洗ってから諦めるか。うわ、タコ覚えないな。覚えてない、このタコ懐かしいな。時計はいなかった気がするけど、 MSX 版やったことないんだよな。そうか、 MSX 版に時計がいた可能性。次枠です。いや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 、ゼルダじゃないんじゃないか。せめてザナドゥなんじゃないか。ザナドゥって、おー、なんだなんだなんだ、戻った戻った。あ、ザ、待て、あ、いいのか。あ、あれ待って、ザナドゥクリアって書いてある。これを最初からクリアまでやるってこと。あ、ザナドゥって最初こんな感じじゃん。これあれ、ドラゴンスレイヤー4じゃん。え、ここは何なの。視点がいっぱいあるよ。犬さん、パンダさん、いらっしゃい。視点が横視点もあるし、上目線もあるし、ボスは横視点。ボスの時は横スクロール画面で時計みたいな敵が出る。時計ってどれだよ。超楽しみだこれ、逆に。ちょっと時計の、この動画はどうやら最初から最後までクリアまでやってるらしいから、これ全部一通り見ればわかる。ほんと超うるせえ。はい、いや、これはザナドゥの可能性あるね。時計ってなんだ、時計って。はい、皆さんいらっしゃい。ちょっと俺はボスを探すために集中する。でもこれ横スクロールこういう画面だったっていうのは多少覚えてないのかな。マジで URL お願いします。ほう、それレインボーアイランドじゃね。俺途中ちょっと思ったけどさ、レインボーアイランドじゃない。違う、上から目線ねえもんな。円形の何かなのか。まあ、いやいや、放送切っちゃったよ。そうね、ちょっとわからんね。URL もらったんで見ようか。これ鳥、あ、鳥とも似てるね。視点が変わる、これ。これを短いから見ちゃおっか。なんかボスっぽいの来たけど。すげえ、源平とまでみたい。主人公もちょっと若干過激よみたいな。おお、時計までは見かんない。でもなんか足場あるよ。これじゃね？これかザナドゥじゃね？ありがとう。いや、URL ちょっと短縮してくんねえかな。
てかクリラスボスじゃん。ラスボスやん。違う。うそん。カービィ？え、なんかこんな敵でしたか？嘘でしょ。ちょっとじゃあこっちはこっちで探すか。トリトーン MSX。うわ。ミスター？ムアチクタク、わら。へぇー。時ー。イメージには近いのだが、わら。ナッツわら。イメージには近い。横長だよなぁ。バカは横長でアップするよな。よく吸い込んだな。時計。時計っぽい。吸い込んだ？弱っ。トリトーン。はコツです。はい。イメージにはどっちかっていうとそっちの方が近いってこと。うわ、トリトーン懐かしいな。トリトーンは横し。キンクロンキーン、I'm gonna be reviewing for you。何人だよ。ザナズの敵キャラ乗ってるサイト見てみたか。時計いないぞ。マジで。MSX 版だけのオリジナルキャラかもしれんよ。There you go, game over. はい、ありがとう。一応このサイト。どこ見ればいいのかな？モンスターデータかな？違う。どれ見ればいいんだ？トリトーンはサイドビューがないんすね。トリトーンはサイドビューしかないのかな？え？ザナズ、ハットプス、わらわら腰つべコムは特殊。ザナズ、さっきさ、クリアまでの動画見てたんだけどさ、違うのかな？それとは。FM7。MSX じゃないのかな？単純。わらわら腰つべコムは特派？ブインクーフ2メートル89んで、こんなのも。どれ？どんどんどん。どん。ハイドライドの可能性は？ハイドライド。ハイドライドって、ラスボス以外にそんななんかボスっぽいやついた？ハイドライドも時計いないで。時計がいるいないだと時計っぽいやつ来たよ。ロマンシアでもないですよね。ロマンシアは似てるらしいのよ。ロマンシアはゲームとしては似てるらしい。倒せんのこれ。そっか、時計の問題があるのか。時計問題が結構でかいんですよ。何してんの。これボス結構頻繁に出てくるな。思った以上にボス結構出てる。あ、タコ？うん？またこいつか。時計じゃないんだろうな、きっと。いや、MSX でやった可能性が高い感じがする流れではある。だけど、MSX と限らないんで、なんとも言えない。その、だから、時計みたいな形のボスがいるんだったらそれだよな。つか、これ、ボスの種類あんまりいねえな。ん？ケロブラスターでは？時計には見えない。ケロブラスター？ケロブラスター？どこ見ればいいの？ケロブラスターって。ケロブラスターって振りですよね。MSX も持ってたと仮定すると富士通 KPC フムシリーズの可能性もあるかな。あ、そう。そうなの。他の可能性あります。ゾールというゲームに時計がいます。ロール。URL 省略。やべ、コウさん来た。もう一人のガチ勢。ガチ勢コウ。うわー、違う、ズールじゃん、これ。主人公の特徴を知りたい。主人公の特徴を知りたいのはみんなの気持ちです、それは。いや、彼の家の父親が PC 好きだったので。ああ、なるほどね。ケロブラスターって洞窟物語。ああ、そんなに最近の？だって1987年、88年頃だよ。やったのは。っていう話です、これ、探してんのはね。MSX もその流れでお下がりが回ってきた。ダリウスの迷宮のボス出てくる時の魔法陣が時計っぽいが、これは違うかな。いや、ちょっとそれ画像があるんだったらぜひ、動画でもいいし。とか魔法使えるかとか。痛い。
とりあえずちょっとあれだな、トリトーンでも、トリトーン、ザナドゥでもない感じだね。ランボー、ガリウスの迷宮、ハットプス、わらわら腰つべこむわ、先にこっちを見るか。ブイブグジブトヨンルフーグ、 RPG みたいっていうのは成長要素があったり武器装備切り替えがあったんかな。ね、サジリあたりに時計いないかしら。サジリ、サジリ、そこまでマイナーなゲームいくかな。そうね、そういうとこなんだよな。和骨です。ザナズ和骨、あ、これもそうだよな、言ってたの。まあ、横すくアリス違うわ。この動画の何分ぐらいを見ればいいのかしら。ああ、なるほどね。あ、やっぱそこは結構メジャーなもんだと思うんだよね。はい、カムイさんいらっしゃい、ゆとりさんもいらっしゃい、ゆとりさんいらっしゃい。ボス、時計みたいなボスってどれ。重王器みたいな、ははははちゃんとしてる、ものすげえちゃんとしてるな。ソーサリアンの方がメジャーかも。ソーサリアン、寒い。何これ面白そう。こいつじゃね、時計みたいな。その直前に魔法陣あったが、魔法陣がちょっと時計みたいだね。確かに。魔法陣です。なるほどね。ソーサリアンは自分やったんですけど、この魔法陣が、でも PC で売り上げナンバーワンは今でもザナブやで。へぇ、ソーサリアン、あ、これを目覚まし時計と見間違えた可能性か。どう、自分やったんですけど違う。ソーサリアンは違うし。ソーサリアンっぽいとかそういうのはないですか。国内での話ね。いや、そのキャラは右から出てきてまた引っ込んだ。時計、じゃあこれ止まってる感じじゃないんだ。マントがついてたとか言ってませんでしたか。マントはなんだっけ、主人公だっけ。それがちょっといまいちよく分かんなかったんで無視したけど。時計のその敵 PC-18 だけど、そういう敵が出てきそうな世界観ってポップルメールとか。ほう、時計は横向いてて意味わかんない。自分のキャラの2倍ぐらいの大きさがあるらしいんだよね。でもその自分のキャラの大きさもあんまよくわからん。これよりでかいのかな。いや、そのキャラは右から出てきて引っ込む。じゃあもうこれはまあ違うってことか。すげえ。すごい細いな、これ。こんな狭いとこ入りたくないよ。うわー、グラディウスみたいな音すんな。これはちょっと。ちょっとあれだな、探してる人に記憶がなさすぎるね。いや、これ実写化したらとんでもない狭いところでなんか細長い蛇みたいなドラゴンと戦う、気持ち悪いとなるよね。どうやって入ったんだ。この主人公に付き合いすぎだよ、あのドラゴンもな。もっと広いところで戦えよ。気持ち悪いよ。デモンズソウルより怖いわ。ポップルメールも貼っておきます。お願いします。なんかいる ？URL 省略。いる、何か時計みたいな敵って。飛んだエスパー枠になってしまい申し訳ない。これなんだっけこれ。ガリウス？ま、魔界。今のゲームなんだっけ ？T-1000 みたいなドラゴンだったのかも。T-1000 ですけど、サイキック後 URL。あ、時計か。ゲーセンってことはないだろう。せめてファミコン版だろそれ。エスパ冒険隊だろ、せめて。時計っぽい敵。いやー、そう。時計というか家電みたいなのがいるよな。イメージはカービィに出てくるさっきの時計に近いっていうけど。こんなになんかいろいろさ、てか無理だ、これ。これ無理。そういう枠じゃねえから、ここ。そこまでわかんないものをローラー作戦で探す枠じゃねえから、もうちょっとやっぱ記憶があって、でも見つからないっていう人のあれだからな。さすがにここまで介護じゃねえんだから、これは赤ちゃんの世話してんじゃねえんだから、ここから探すのは無理だろ。もうちょっと記憶が、具体的な記憶がある
案件じゃないと無理だな。せめてこれ PC じゃなければまだ。ファミコンとかメジャーなハードだったらまだ分かったけどな。そう、お兄ちゃんの友達も巻き込んでさ、みんなだ、みんないたら、3人いたら分かると思うんで、もうちょっと記憶が。でもこれはさすがにちょっと、ちょっと無謀だろ。お兄ちゃんの友達なんでしょ、これ。せめてハードをはっきりさせたいっすね。いやー、これハードがしっかり分かっても、この情報だけだと無理。なんか出てきた？そうね、だからいつだったら大丈夫とかあれば枠取るよ。からチャンスあるで。うん、そうだな。レトロ PC デーハナー。昔は怪しい通販のゲームとかあったからな。通販のゲーム。パソコンだった気がする。パソコンと MSX は違うの。これは足場ありますね。足場があるって。さじり。さじり？たじり？さじり。ちょっと待ってね。画面がおかしい。これか。MSX もパソコンやで。そうだよ、だから。なんかそこが、ちょっとそこら辺、そこら辺はっきりしよう。そこははっきりしよう。MSX がパソコンじゃないと思ってたら大間違いだぞ。そもそもパソコンなのかマイコンなのかもよくわからんし。うわぁ、焼き尽くし系じゃん。テレビにつなぐタイプではないとのこと。はぁ、あ、はぁはぁはぁってことはやっぱ MSX じゃないね。今見てんのは PC88 のさじり。PC88 を持ってた可能性はあるの。音すげえ。MSX の可能性低いね。タウンズの可能性もワンチャン。タウンズか。まあ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 。MSX の可能性は。親のいない時にしかできなかった。親がじゃあ使ってたってことか。そうか、88年じゃタウンズはないか。うわ、なんかあれっぽいね、これ。え、これの時計って、これって最近違う。ここにあんのか、キャラが。時計、どれ時計、これ出てくるの。え、時計どこだよ。時計、時計らしきやつ、かっこ42歳。時計、これ何の音、また回ったの。これサジリってやつ。とでも横すくしかないね。ちょっと待って。87、88年。うん。 PC98 はもう出ているな。出てるか。出てるんだ。88って年代じゃないの。時計らしいもないよ。サジリ。ちょっと待ってね。へぇー、PC88 に。98VM が85年だから全盛期ですね。あ、そう。なんでこの URL くれたんだろう。あー、ここにボス一覧があったのか。ボスじゃない、画像一覧が。さすがにザナドゥに時計の敵はいないよな。ザナドゥじゃないよ、これ。なんだ。88のの風合いって結構特徴的だと思うんだよな。おー、そうなんだよな。MSX ですら、すげえ癖あるもんね。時計みたいな敵はいないな。いない。ない。88と MSX ならともかく、98とムスクス見間違うかしら。見間違えないと俺は思う。小学校2年でもそれはないと思うわ。俺は、ちょっとこれまたリスニングしてきてからでいいっすか。そうだな。ちょっと、もうちょっとじゃあ情報まとめてきて。話、会った時に、まとめといて。どんな記憶がみんなに残ってんのか。主人公の見た目とか、世界観、こういうちょっと古臭い感じなのか SF なのかとかも含めて、あと、なんか分かれば絵とか。
A が A はな、かけてもこっちに見せてもらえない可能性もあるっちゃね。わかんないと悔しい。マジか。でもちょっとだから若干ヒッシーさんのこれからに期待。そうだな、ちょっとこれ今後だな。ちょっとじゃあなんて言えばいいんだ、なんだろう、宿題、はい、ヒッシーさんと兄の友達、親父さんに機種も聞いておこう。そうだね、なんか分かる情報すべて聞いてください。機種が分かるのが一番楽、とりあえずな、機種さえ分かれば、あとは大体ググれば分かるんだ。ドンキーゴリラ、つくもソフトとかマイナーなのも多いから長くなってんのか。そっかそっか、難しいね。とりあえずじゃあそのお兄ちゃんの友達とかとまたちょっと分かる限り記憶を掘り返してみてください。多分一番知ってんのはヒッシーさんよりそのお兄ちゃんの友達とかだと思うんで、うん、お兄ちゃんはやってないのかな。てか女神転生ってこういうゲームなの？あれ？嘘？中島？お前中島何？なんかこんなゲームなの？ヒッシーさんが30代後半ならお兄さんは機種名覚えてるんじゃないかな。若いのかな。でもそれをやってたのは小学校2年ぐらいらしいんだよ。だから俺とタメぐらいなのかな。メガテンは RPG っていうか、なんかメガってクリアしちゃってる。デジタルデビルストーリーはこういうゲームなの。ファミコン版でこんなんじゃなくなかった。ガントレットみたいだよ。兄は40ですね。そっか、かなり近いな。でもそんぐらいだと覚えてない可能性もあるのかな。どうなんだろうな。まあ聞いてみてください。38です。僕は昭和51年生まれです。はあ、さあ依頼がある方いますか。ちょっと待って、頭ばっか熱いよ、足が寒いよ。いやこれは難しいね。メガテンはデビチルじゃなければ大体主人公してんよ。でもなんかこれさ、女神転生って書いてあるのにこんなだよ。で部屋の空気を PC88 番ゆっくりでも絞れれば探すチャンスはあると思います。うん、ちょっと息抜きしよう、提案。機種がざっくりでもそうなんだよね。そうなんだよね。もうちょっと絞れる方がいいね。すっごいな。あ、88番だけなんだ。音ちっちゃ。ピーンじゃないよ。ダウボーイみたいだね。ダウボーイみたいだね。右手にちゃんと、ランボーってそういう人だっけ？作ってるのテレネット。あー、そうなんだ。全然違うんだね、じゃあね。これはだ誰が作ってんだろう。パックインビデオって、ランボーってパックインビデオ全部持ってたのかな？うわ、すげえ。なんかあれだね、ボコスカウォーズみたいだね、ちょっと。ボコスカウォーズとダーボーイと。懐かしいな、ランボー。そうなの？後輩くんに借りて遊んでたわ。マジかよ。友達さんの思い入れの度合いよな。そうだな。ハイドライドっぽい。ハイドライドっぽい、これがね。どうやって倒してんだろう、これ。密着してボタン押すのか。弓矢。なんで一個でいいんだよ。弓矢、敵も弓矢持ってるのか、これ。すげえな。敵を倒すとその武器が落ちるんだ。なんか今の FPS に通じるもんがあんな。あ、でも弾が。依頼してみようと思って、念のためググってみたら自己解決しちゃった。何のゲームでしたか？何のゲームを探してましたか？すっげえ、現地調達が著しいな、これ。鍵は。その鍵みたいな。あるある。よくある話だな。よし。そうなんだよね。だからすげえ、だから探しても見つかんないっていう人を探してるから、ちょっと意外と難しいんだよね、これ。スーファミのソリッドランナーっていう。ああ、はい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 。結構マイナーな部類ではあるな。いやー。なんかそのまだ見つかってねえのってあんだよな、結構。あとそろそろちょっとデータをまとめねえといけねえな。最近出たのにまとめてねえから調べようがないことがある。今出てる情報はまとめないとな。
いや、痛え。なんだなんだなんだ、痛い。なんかねえかな。もう一回今日は、じゃあこれ曲聴きてえからこれ聴こう。これ聴こう。うわ、戦力外通告忘れてた。戦力外通告忘れてた。何の話。これはちょっとあれだな。これは、これやっぱ記憶がちょっと少なすぎたな。ヒッシーさんの。まあしょうがないよ、これは。音うるせえ。疲れたな、今日は。今やる前から疲れてたんだけど。本当に目覚まし時計ならファンタジーの可能性は少ないですよね。ファンタジーというか、ファンタジーだけどね、時計がボスで出てきたら逆に。シークレットファクターでもないなら現代風と。怖っ。だからあのシリアス系ではないってことだよね。だからドラクエみたいな世界観のものではないっていうか、ザナーというとかさ、じゃなくてなんか、だからエスパードリーム的な。ただ横、ボスが出てくるときは横なんでしょ、視点が。やっぱザナドゥみたいな感じだよね。時計じゃないとすれば何だったんだっていう。時計じゃないんだろうな、きっと。さっきのさ、カービィのあれはどこ行ったの？カービィの。カービィっぽいやつ。調べよう。カービィ。カービィ時計？カービィの時計がいっぱい出てきた。そういうんじゃねえんだよ。あいつなんだ。うわ、チクタクか。チクタク。もう時計じゃないかも。あ、ミスターチクタクっていうの？と思ってしまうくらいの薄さです。多分時計じゃないんだと思うんだよね。え、どれだ？え、ちょっと待って。木のボスがお腹丸くて見間違えるかもとは思う。どれ？ポップル？本当？ちょっとその画像ね。なんかこれに近いって言ってんだよね。あんま時計感なくね。でもこれだと鎧とか着てたらわかる。ちょっと待って、これちょっと矢印がわかんないんだよ、これ。もういい、全部消したる。わかったら、これだけにすればいける。 URL 省略ファミコン 2.com TO ダブルトレロフレトロガメポプフィル88。なんかすげえ今言われたな、それ見て。これっぽい感じだとは言ってんだよね。消そう。ミスターチクタク。ないよ、URL 切れてるよ。おい、まさかの、短縮よりも俺の苦労を取ったな。貴様。いい度胸だ。ない、あのさ、どっちみちないのやめてくんない？なんでチクタク？水木さん、あの、つなげたけどないん、どういうこと？ちょっと待って、お前何してくれてんだ。予告もなしに短縮しやがったな。わかんねえよ、そんな。縛らない？足場がない。時計っぽいっちゃ時計っぽいけどさ、時計以外にもっと特徴があると思うんだよな。しかもなんか戦えなかったんでしょ。出てきたけど戦えずに帰って、なんかフラグが立たないみたいな。出てたから貼り直した。いや、俺のサンド出間をやってくれたらとりあえず。今忙しくねえからいいけど。時計に見間違う要素のある敵。足場がないんでしょ。上に、だから、横スクロールのボスステージに、もて遊ばれる所長。足場がいっぱいあるんでしょ。ボスっぽいキャラが出てくるところの空中に足場がいくつかあった気が。だからもう絵描いてもらうしかないんだけど、もう、あの、違うのよ。違うの。ヒッシーさんがここまで言って描かないってことは何だと思う、みんな。もう絵も描けないぐらい記憶がないんだよ。確か時計だったっていうだけの記憶しかない。もう言葉の記憶しかない。もう色とかのも何も覚えてないんだよ。だからもう形が何にも入ってない。だから主人公の大きさとかも何もわからないんだよ。だからしかもマントしてたんでしょ。いやー、もうここまで来た人は描くぞ。記憶が職場なのか。なんかもう探す条件がもう全く満たされてないじゃねえか、それ。職場かよ、わらわら。これはあかん。これじゃ職場っていうか、掲示板に書いてくれればいいんだけど。ダメなの。この放送が見れるんだったら書けると思うけど。夜勤中ですか。お仕事お疲れ様です。俺のだから、
米の掲示板に絵を描くの機能があるからそこに描いてくれるんだ。うん、ここまでニコマ生が見れるんだったら、その掲示板に絵を描くぐらいできんじゃないのか。無理か。てかまあ、いいや、今日じゃなくて、とりあえずもう。うん、とりあえず。これはちょっと情報不足だな。ゆるい。ゆるい？ああ。うちの職場にコナマは通信不可で見れんわ。規制されてたりするよね。マックスの探してもらおうかと思ったらフェアリーで自己解決した。フェアリーって何？フェアリー、マックス、マックス、フェアリー。MSX です。あフェアリーテイル、規制されてる人もログでバレて怒られるだろ、わら。制作者のログで、そうな。最近は結構そういうとこ厳しいからな。俺もそれを監視する仕事だと、どっちかというと。なんかもうみんな Google ストリートビューとか見ちゃってさ、 Google ストリートビューってなんか見始めると楽しくなっちゃうからさ。 VPN、 うん、バーチャルプライベートネットワークのことか。え、いや、ウィマックスかも。ウィマックス？ふふ？ワイマックス？年内最後かもしれんが。家の前まで通ってるのは笑ったわ。家の前まで通ってる。そんなわけで、とりあえずあとヒッシーさんの続報を気にしながらだな。来年5月からどん速化するからな。へえ、そうなんだ。とりあえず良いお年をとか、俺ゲーム探し枠は終わりだけど放送はするかもしれない。普通に明日もすると思う。とりあえず今日で見れなくなる方は良いお年を。お疲れ様でした。また来年もよろしく。ゲーム探し枠は多分今年はもうやんないかな。そんなわけで、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。この枠は依頼あっての枠なんで、ヒッシーさんの場合はとりあえずこれ続報とか、これ答えがすごい気になるんで、そのお兄ちゃんの友達とね、聞いておいてください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お仕事の人頑張ってください。